はいどうも、相撲情報室な編集長の竹内でございます。皆さん、ちょっと動画のね、アップ更新がしばらくできてなかったんですけれども、久々の投稿です。まあちょっと今日はですね、いろいろご報告をしないといけないなというのがあります。まあ昨今その世間を騒がせているコロナウイルスで、昨日ですね、相撲協会が2週間の本場所の延期を発表しました。でこれに伴って、実はその売店で販売してもらえる僕らの、まあ僕にもですね、その前日に実はその国技館サービスという、その売店は別法人がやってるんですね。国技館サービス株式会社という、でそこの担当の方からですね、5月はもうちょっと、このコロナウイルスの影響により、売店は、休業させていただくという通達があって、まあ1月に、ね、ボリューム2を発売して3月も無観客で、1月中はね売り上げ良かったんですよ。2月の中旬ぐらいまでは良かったんですけど、まあそれからなんていうんですかね、相撲界をこう賑わす話題が出るんだけど、無観客ということもあって、まあまあ売り上げがこう、まあ、激減というかね、動かなくなってですね、全然雑誌が売れませんでした、ボリューム2が。もうそこでまた昨日、コロナウイルスにより、まあ、売店で販売5月してもらえないという、ことが決まったので、ちょっとこれ以上ですね、継続的に発行していくのが難しい状況です。でまあそんなやっぱ売り上げも良くなかったんで、僕自身も実は物流系配送のアルバイトも始めまして、でまあずっとねデスクワークだったんで、まあフィジカルは結構しんどいんですよ。結構しんどいですけど、まあまあ耐えられてはいるので、まあ丈夫に産んでくれた、まあ、両親には感謝しているところではあるんですけれども、まあこのコロナの騒動もあるので、その別件でね、まあちょっと、お願いされてたやつとか。もう別の人とかがその相撲協会にも申請を出してたやつとかですね、そういったのがまあ先方からですね、協会員の方から、外部とも接触を避けるようにとか、あと他のところはもうテレビ収録予定してたのとかも行かないようにとか、そういった状況になってですね、そのまあ多分、まあ、ベースボールマガジン社とか記者クラブに所属してる、まあ、ある程度の媒体とかは、まあ相撲協会のその取材、広報部が発表する取材に関してはできるとは思うんですけど、まあ、僕らはもう全く外部の媒体になるので、それができない状況になってですね。でまあ要はまあ仕事がないのでできないんで、まあちょっとボリューム2たくさんね、クラウドファンディングで皆さんに助けていただいて、たくさん売りたかったんですけど売れなくてですね、ちょっとこれ以上続けていくのが現実的に厳しいという状況です。なので休館します。はい。で目処もちょっと立ってません。なのでまあ意地張ってやってきましたけど、まあ他ね受けれる仕事はもちろん受けますし、質問に関してですね喜んでやらせてもらいますから、
うん、まあ落ち込まずにやりたいと思います。でまあね、コロナウイルスでのそのやっぱいいね、ちょっと対策というか感染もしたくないので、まあ家族もね高齢、両親もちょっと高齢になってきてるし、移してもいけないなっていうのもあるから、のんびりゴールデンウィークが近いから帰ろうなんてことも考えられないし、まあちょっとね世間の動向を見ながらちょっと動いていこうかなと。まあ実際ねこうやってテレワークじゃないけど自宅です、こうやって動画を撮ることはできる、思いも自分の考えてることとかも発信することはできるので、まあ、こういった動画の動画アップしたりとかね、SNS とかで、まあ自分の思いを書いたりとかね、まあ今ね SNS もちょっとね、僕も配送の仕事してるとね携帯見れないんで、その運転してる時とかは携帯が見れないんで、そのでもあれ溜まって表示されるでしょ、でこうずっと追ってないとリアルタイムでもう見れないしっていうのがあって、もう開くのすらちょっとやってなかったりとかですね、疲れちゃって疲れて寝ちゃってとか、9時の夜の8時9時ぐらいに帰ってきて10時には寝てるみたいな、そんな生活が続いているのでですね、まあでもまあいろいろこう、まあ、助成金だったりとか広告からの融資だったりとか、まあ、受けられるとのことなので、まあ、ここは申請を出してですね、まあ、ちょっとそこでしのいでいかなあかんなという窮地に立たされているわけです。まあヘラヘラしてますけど、基本ね笑い顔だし、苦しい時でも笑っているような人間なんで、まあまあ頑張ります。はい、なので皆さんもぜひね、コロナウイルスに負けないように、感染しないように絶対生き残りましょうというところです。まあ長々喋ってもしょうがない、今日もうしばらく休館します。なので時間があったらまた動画更新したりするんで、まあよかったら見てください。でそんな感じで、それでは皆さんごきげんよう、さよなら。